はい、こんにちは、ペトでございます。桃鉄80年目、残り20年ということになりましたね。また宮崎だ。失敗したらもうほぼ壊滅ですね、今年中に。あ、セーフか。おお、失敗した。はい、ということで普通に振っちゃいましょう。3かはい、いっちゃいそうだからね。あ、いたいたいた。経由で来るつもりですね。佐久間さん21マス。さあ、ここは念じて位置を出したい。5回こしゃまんべんにつきましたね。まあ、焦って振る必要はなさそうなんで。あ、ついにダイヤモンドカード売りよった。はい、6月。はい、あ、これはね、もう断っちゃいます。はい、8マスなんですけど、4が出てくれると嬉しいな。4、あー微妙。当然追っかけてきますよね。あ、ここでね、佐久間さんが足がないのがやっぱり痛いですよね。25から、おお、19まで減らしてきた。
まあ、ネクストのゴールはなさそうなんで、ちょっとオレンジカード使っちゃおう。ははは、4マスか。よいしょ、オレンジカードいらない。そうか、スペシャルカード持ってんのか。セレナ、でもエンマさんには不要ですね。はい、行っちゃった。ああ、なるほど。私は1か16、ほい、よし、着いた。ラスト1個。お願いします。はい。オッケー。で、シェルターし、シェルターですね。ようやくは青森もこれで独占できましたね。はい、満足満足。どういくわけ。あー、なるほど、そっちからか、あれか、回路で行くということですね。駿河経由日本海フェリー戻ってきましたね。わあ、なけなしの新幹線カード使っていた。ですね、これチャンスだなあ。あー、また不作か。54マスだからね。10マス。
まあ基本的にはね、宮崎行きたいよね。せっかくのチャンスだからね。2つ目の 0%。 はい、10月ね。はい、一応行っとこうか。はい、大将14対5、佐久間さん大喜び。宮崎が、久々のモンスラ誕生ですね。
さあ特急カードで12マス。じゃあ進みましょう。九州にね一番に到着するのは間違いないんだけど、なかなかのあの辺で宮崎とかにね到着するのが難しいんでね。これかあーまだ58億あったらいけるか。あーやめてよー、テレポートカードなんて。あーよかった。ああもしかしたらカード使って、これ使ったら面白いね。入るからなこの人の場合。ほら、ああ鹿児島、あそうかそうか熊本か。はいラスト2ターン。ほい、とりあえず九州上陸はいけそうだね。あーまた有田か。久々に。ザッザーン。来た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 。よいしょ。まあできるだけね近づいておいてほしいよね他のメンツには。はいラストターン行きましょう。4マスなんだけど、7マス3、4、5、6、7、3、4、5、6、どっち行ってもあんまりあれだな。どうしよう。宮崎の方行きたいからね。あ、その前に飲むとか。これメカボンビー買ったらちょっと面白くないよね。頑張れキングボンビー。あ、先生と、さあキングボンビーの一発目発動拳。
かわした。あー連発。2発目の発動拳。おーすげえ。あーさすがにかわした。逆転あるんか。これは不利、圧倒的不利だね。まず一発。しかしまあ攻撃はまだ金メカボンビー残っている。これ当たれば勝てる。あーかわした。さあ4発目の発動拳当たるか。当たった。でもまだメカボンビーの方が一歩リード。これが当たれば勝ち。避ける？避けた。おーで逆転で、キングボンビーの5発目の発動拳当たってしまった。逆転勝ち。さあどんなお仕置きかな。あ、捨てられる。ゾンビ脱出の世界でお金などいらんのだってやつですね。どうでもね、22億ぐらいしかないんか、観光とね、食品でね。はい、あー少なかったね。それも204か。あー助かったね。さあできるだけ近づけときたいね。はい、ということで、決算でございます。はい、ということで収益ちょっと落ちましたね。1250億6450万円ということですね。はい、で収益もマイナス 5% ね、カニ漁船団で。総資産は、2兆2000トンで53億1430万か、ごめんなさい。はい、ということで以上のような結果で80年目突入しましたところで今回終了でございます。今回もご視聴ありがとうございました。皆さんさよなら。